ゴールデンは1099回目、こんにちは、局長の西向井光三です。こんにちは、ミキトニーこと糸和美希です。いやー、こんにちは。こんにちは。元気、ね、え、家族連れ、可愛い女性いらっしゃってますけどね。お腹見えてる、お腹ポンポン見えてるぜ。ポンポン見えてますよ。どうも、今日なんか綺麗どこがたくさんいますね。ありがとう、みんな来てくれていいね。ありがとうございます。ちょっと春の嵐ですね。かなり昼過ぎからね、雨風が強くなりまして、雷もですよね、うん、落雷や突風、急な強い雨にもこの後夕方まで注意が必要だということで、はい、うん、気をつけてくださいね、皆さん。さあ、フェイスブック、そして社内連絡にもかけましたけれども、うん、はいはい、昨日マッサージ帯りと焼肉に行ってきまして、いい、ね、やっぱりこう家族でワイワイ、うん、まあ何のことももう全て嫌なことも全部忘れて、うん、まあただひたすらこう、はいはい、食って飲んで楽しむみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、私、まあ、社内連絡にもありましたが、はい、焼肉の時にはビールよりウーロン茶派なんです、うん、これやっぱあれ、お腹にいっぱい入るから、そういうこと。食事に集中したいんです私は。酒よりも、そう、お酒よりも、まずは肉食わせろと。そう、やっぱり食事でね。それから言うとやっぱり米は食べないんだ。食べるんです。あ、食べる。そう、私は唐揚げはご飯を食べるために食べる派なんです。ああ、なるほど。唐揚げを食べるためにご飯を食べる派じゃないから。あくまでも主食である米を食わせる。やっぱご飯は食べたいところなんで。まあいいことだな。そうそうそう。で、うん、でも焼肉って食べるのはいいんだけど、食べた後のちょっと罪悪感って。ちょっと食べ過ぎちゃったかなーみたいな。そうそうそう。ちょっと肉肉しかったかなーみたいな罪悪感があるじゃない。だってたまにしか食べないから、うん、そういう時はやっぱできるだけ食べようって思うもんね。ただやっぱりちょっとダイエットとかね、うん、まあいろいろ気にされてる方もいると思うんですけど。いや、だってミキはそこは心配ないでしょうか。いやいやいや。でね、ちょっと面白い記事がありまして、うん、肉食女子必見、太らない焼肉の食べ方に必要なのは食べる順番とウーロン茶。ほー。という記事が目に留まりました。順番。そう。これはまあ、管理栄養士などの資格を持つ方の話を元にしているということなんですけど、うんうんうん、まずよく噛まなければならないメニューは、炭水化物の前に取るのがいいんだと。うん、なんでかって言ったら、血糖値が急激に上がるのを防ぐためらしいんですね。うん、ハラミとか先に食べるとか。そういうことじゃない。そういうこと、歯応えがあるものとか、まあ、ミノとかあの辺だと思いますけど。で、あとまあ順番で言うと、うん、まあ先にウーロン茶を飲んで、うん、で、その後にキムチとかサラダとかナムルとか、うんうん、で、その後野菜を焼きながら食べて、うん、で、お肉食ってご飯もの食う。っていう順番がいいらしい。ご飯はやっぱ後ろの方に持っていかないといけないんだ。そうそうそう。ほら、コース料理でもあんじゃん。なんでチャーハン後ろなんだよ、と。私は3番目に欲しいのに、と。中華のバカーって。そうそうそう。思うよね。チャーハンは先に。そうなんですよ。ホイコーローが来る前にチャーハンが食べたい。そうそうそう、中華のバカーってなりますよ。そうなんでしょ。そうそうそう。うん、これがベストな、らしいんですよ。あとやっぱり網焼きね。うん、の方がこう。油落ちるから、ね。油が落ちるから、これもやっぱりいいらしいんです、うん、で、やっぱり焼肉の友といえばウーロン茶何度そうですよ。うん、ポリフェノールが。ポリフェノールがなんだかいいらしい。なんか油流す感じはするよね。なんかイメージはあるじゃない？イメージ的に、ね。そうそう。だから私の食べ方は間違っていなかったんだなと。そういうことだ。まあそういう観点からいくとね、うん、まあ太らない食べ方という観点からいくと、ね、まあ合ってるんだなと思って、うん、で昨日もマチューファーラ食べたわけ。もういらない。うん、もうご飯も、もう明日の朝ご飯とか聞かないでぐらい、お腹いっぱいだったのに、はい、朝起きたらお腹が空いているこの事実。不思議だね。不思議ですね、人間の体っていうのは。まあまあその恐怖を感じながら、うん、口の中がまだ若干ネギ臭い。わかる。食べ過ぎるとそうだ。どうしたら落ち着くのかしら。この後披露宴なんだけど、私みたいなところはちょっと。私が舐めましょうか。あ、ダメです。いいです。舐めたところで何も変わりませんので。いや、でも楽しい夜でしたよ。一時期ね、一緒に焼肉行くのはもうそんな関係みたいなこと言いましたけどね。あ、そうですか。一緒にこう臭くなるみたいな。あ、まあ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 。それは相当こう、付き合いの進んだ彼氏じゃないと一緒に行けないみたいな。そういうことよ。しょっぱなのデートの焼肉はちょっとごめんなさい。さすがですよね。焼肉ラーメンはちょっとごめんなさいかなという感じはしますが。はい。私も焼肉食べに行きたいと思います。はい、さあ、今日の中で QC とは？はい、この後ゴールデン会議のテーマ発表します。コーナーは3時の穴だ、今日のホームラン。そしてアグレではあなたのアグレッシブにしたこと、見たことお待ちしております。さあ、今日のオープニング局長セレクションなんですが、いよいよ明日ですね。はい。三宅のワンコンベンションシティで行われる視聴放送。うん、ゴールデンアワーイン三宅のワンコンベンションシティに出演してくれるイケメン2人。うん、フィフスエレメンツ、はい、この楽曲をお届けしたいと思います。 All right、 ラジオは創造です。一緒に楽しいラジオを作りましょう。ということで、今日もリスナー社員の皆さんに参加いただき、共に考えるゴールデン会議を開催します。ゴールデン会議、今日のテーマはついで。ついでにしちゃうことありませんか？ついでにお願いされたことありませんか？ついでとは、あることを行うときに一緒に他のことも利用できる機会。こうなって書くと何のことだか分かんないね。よく分からなくなります。ついでにやって怒られた、ついでにやって笑われた、ついでで出社してください。はい、ゴールデンアワー出社される方、メールゴールデンアットマーク FMOKINAWA.CO.JP、GOLDEN アットマーク FMOKINAWA.CO.JP、ファクシミリは 098-875-0005 までどうぞ。ツイッター、ハッシュタグゴールデン沖縄でつぶやいてね。
ブラウス1枚ではさすがに今日は寒いな、午後ゴールデンにする、ナイスな選曲もお待ちしております。朝だったらいけそうな感じだったんですけどね。そうなんですよね、ちょっと蒸し暑いかなと思ったんですけど、ちょっと雨が降ってね、雨が降るとまた寒くなってきました。でまた週末に向けてちょっと寒くなるようなんでね、はー、春が来ると思ったのに、ま、三寒四温を繰り返しっていうところでございますか。こちらギャラリーですね。局長も来てね、こんにちは。入り口、出口、下地でーす。なんか特に。入り口、出口に下地がかかってないところがなんかね。そうですね。入り口、出口、下地です。ドライブで外出してるんですけど、あいにくの雨、じゃたんに行く予定なので、ハローハロー注意報ですね。で、終わりでーす。最後まで聞いてます。テンションが。つかみかねる。ああ、そうですね。まばらな感じ。社員番号。なんだよ、まばらなテンションって。テンションがまばらな感じ。上がったり下がったり。そうそうそう。社員番号9262、三日月彩乃彩さん。ありがとう。今日から入社式のチケット引き換えですね。あ、そうなんですよ。私は今東京だから、チキに引き換え頼んでますよ。うん、チキ引き換えよろしくね。あと局長、純選手来ないの？うちのスター、ニッキーがいるのでね。そうですね。もうニッキー先輩からするともうヒヤヒヤなのかな。ニッキーがいますか、はい、全然大丈夫です。そうですよ、今日からチケット引き返してますので、釣りクラブニフェイデビルから仕事の前に効率よく取れたということでチケット引き返してます。おー、よかった、ありがとうございます。何人かが挙げてくれてます、はい、ありがとう。さあ、こちらハチさんです。すっぽんをということで、これから切腹して赤ちゃん出してきます。帝王切開ね。そういうことです。切腹言うね。読まれる頃には手術室かな。本当はとてもドキドキ不安ですが、何事もなく元気な赤ちゃんと会えるよう力強いすっぽんをお願いします。やっぱり出産ね、帝王切開となるといろんな不安ですよ。まあまあありますよね。うん、ぜひじゃあしてあげてください。ハチさん、ツッポポー！元気な元気なと会ってください。局長ミキトリ、リスナーの皆さんこんにちは。在住6年関西嫁のスータです。うん、ありがとう。あ、移住6年目ですね、うん、今日は長女の卒業式でした、うん、小学校1年生で大阪から沖縄に移住し、お互い右も左もわからない状態でスタートした沖縄生活、うん、いろんなことがありましたが、周りの方々に支えられ無事卒業できることができました。まだ次女が来年2年生なんで、来年度2年生なんで、うん、学校生活は続きますが、長女の卒業で一区切りかなと思っていますよ、うん、長女ちゃん卒業おめでとう。城南小学校6年生の皆さん卒業おめでとう。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。やっぱり小学校って一区切りだよね。そうですね、6年間通った学び屋ですから。でやっぱり制服、中学校から制服になる、まあ小学校から制服のところもありますけど、うん、ここでやっぱりちょっとこう身が引き締まるというか、なんかでも大人に一歩近づいた感じ、感じはするよね。いいですね、いいですね、おめでとうございます、はい。社員番号3585、クーママさん。局長ミキトに夜中にスマホの携帯で時計を見て、光の強さにみーチカチカしたリスナーの皆さんこんにちは。クーママですよ、うん。今日はお二人からどうしてもお祝いを伝えてほしい件がありメールします。はい、明日、いとこのターくんの結婚式があります。タークーはちっちゃい頃からおばあちゃん家でたくさん遊んだ弟のような存在です、うん、大人になってからはなかなかお互い時間も合わずですが、節目節目に親戚で集まると、伸びに伸びた身長の長いところからちびっ子の私に姉ちゃんときちんとシージャーを立ててくれる、うん、律儀で素敵でいいやつなんです。お嫁さんになるマリコさんに明日会うのが楽しみでなりません。タークーのあんなことこんなこと教えてあげちゃいたいです。弟の結婚式、いや弟じゃないけどね、胸に込み上げるもの、いや当人じゃないけどね、想像だけで泣けてきます。ミキトニーわかる？妹の結婚式はー、タークーとマリコさんの未来に幸あれ。お二人からもぜひお祝いをいただけたら嬉しいです。嬉しいです、幸いですっていうの沖縄だけかしらね。おめでとう、ありがとう、うん、自分が大切に思っている人が選んだ相手に早く会いたいっていうのは、うん、もう本当にこう愛情が溢れ出てる感じしますよね、うんうんうん、そうですね、おめでとうございます、はい、本当におめでとうございます。タークさん、タークさんとマリコさん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、こちら匿名希望で来てますね。はい、タイ、以前ウィークエンドで読んでいただいた娘が不登校になって悩んでいたものです、うん、その後娘は友達と一緒に進級したいという思いで、休み休みながらも自分のできる範囲で授業を受けたり、先生に相談しながらなんとか乗り越え、本日の進級会議の結果、無事に4月から高校3年生に進級できることになりました。そっかー、よかったよかった。この半年は親子ともども本当に苦しかったです。無理やり親が学校に行かすことだけはしたくなかったんですが、時には親子で泣き叫びながら大喧嘩もしました。娘の苦しみに触れ、高校以外の道を模索した時もありました、うん、彼女が苦しんでいることは必ず将来には大きな力になるだろうと思いながらも、支えるしかない親としてのジレンマ、親も苦しかったですが、彼女が一番苦しかったことでしょう。その中で彼女が同級生の友達の励ましを受け、友達と一緒に進級したいと一心に頑張った姿にはとても大きな成長を感じました。
今日進級できる結果を学校からいただいたときは、今まで張り詰めていた気持ちが切れたように互いに泣いてしまいました。これからも彼女の人生にはたくさんの経験が待っていると思います。でも私は今回のことで、娘なら様々なことは乗り越えられる、親として子供を信じ見守っていこうと改めて感じました。うーん、2人だから、親子だから、まあ、もちろん友達も含めてね、周りの家族も含めてみんなで乗り越えることができたんですよ。本当に良かったですね。そうですね、うん、おめでとうございます、うんうん、やっぱこの春は別れと出会いの季節でありますが、うん、はい、いろんなことが起こってるんですね、うん、皆さんには。さあ曲ですが、こちら行きましょうか。腹ペコ緑虫さんから来てますね。 LGY です、マジありがとう、フューチャリング吉見一世。ゴールデンをお送りしてます。ゴールデン会議、今日はついでですね。ちまぶくりょさんです、ありがとう。はじめまして、いつもお笑いしています、ありがとう。こちらこそ。今日のテーマついで、うん、子供のお弁当を作るついでに旦那のも、自分のコーヒー作るついでに旦那のも、いつの間にか何かのついでにしか旦那の世話をしなくなりました。ついでにやるだけまだマシなんでしょうかね。もっと頑張って世話焼くべきなのか。どうごろさんのえ、気まずいのでもそういう旦那多いでしょうね、こういう立場の旦那さん。まあちょっと子供が生まれるとどうしても子供が優先になっちゃうからな。おざなりにされてる感というか。ギノワのタオルからはね、はい、ミキトニーに会いに行くついでに局長に挨拶、一体今まで何人の人がもうここまで来たら開き直ってます、大丈夫ですよ。そうです、全然問題ないです。ミキトニーと写真撮るついでの写真ってあるからただその時はお願いしたいのは、うん、いらなかったらいらないって言ってスッて後ろ下がるからさ。あ、そうですか。大丈夫、その練習してるもん。いやいや、一緒に3人 で、 ぜひよろしくお願いします。だから世の中の旦那様と一緒にね、はい、ついでに連合とか作りたいですねついでに連合寂しいねうなずき取るみたいな。やだよ、もしも生まれ変わったらさ、うん、ありがとう。局長ミキトリ、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。今日のお題ついでですか、うん、私のついではラジオのメッセージ投稿ですかね。お、初めはブラインドタッチで始めてみたメッセージ投稿、読まれて興奮し、ついでにプレゼントまで当たる、なんて素晴らしいついで、うん、一石三鳥ってことですかね。おかげでブラインドタッチも上達しています。あ、ついでにラジオリスナーとも話が盛り上がって一石四鳥ですね、うん、なんだかついでで始めたことが5兆6兆と増えそうな気がしています嬉しいですね。いいですね、ラジオからこんないろんなことが広がって。局長ミキトニー、そして早い時間から飲んで4時には酔いつぶれてみたいリスナー社員の皆さん、こんにちは。今月はまだビールも何も体に入れてません。マジ？トモパパです。あららら、ついでにお願いってよく頼まれないですか。トモパパ、よく休みの日に嫁さんからついでにお願いって言われますよ、うん、今日ゴルフの練習行ってくるからさ。あ、そう、じゃあついでに食器洗って洗濯物回して干して掃除機かけて晩ご飯の準備お願いしたいんだけど。うん、やっとく。マジか。ちょっと待てやー、それは一日に摂取する旅行食野菜、あ、間違えた、それは一日にやる家の仕事全部やないかなんだこの細かいボケ。マジで。ゴルフのついでじゃあらへんで、おま、休みの日ぐらい好きにさせてくださいよ。え、何、終わったらビール飲んでいい。マジか、やったのまん、よっしゃ、頑張ります。うん、はい、ビール2本でいいです。うわー、お父さんたち頑張ろうぜ。マジかー、頑張ってますねゴルフの練習のついでに食器洗って洗濯機回して干して掃除かけて晩ご飯奥さんじゃ何やってんのね瞑想とかしてるじゃないですか。いや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 、そうですか。何やってんでしょう。ビール飲んでいいよね全てが OK。 そうですか、頑張ってますね。豚骨ラーメンが好きと思われてるさ。ありがとう。局長ミキトニー、こんにちは。社内連絡読んで思ったんですけど、うん、焼肉食べに行くと注文の時に、あと、ついでにこれとこれとこれも、とどんどん頼んでしまいませんか？わかる。局長とミキトニーのついで焼肉メニューは何でしょうか？豚骨はついでに、キノコ類です。あ、久々にリアッシュしますよ。用事のついでじゃないですよ。ホイールのね。はいはいはい。あ、確かについでに頼んじゃうかもしれない。なんかね、思わず。でもやっぱ漬物かな。私もナムルとか頼んでしまう。ああ、でもめんどくさいんだよね、うん、親父になってくると後から呼ぶのが。ああ、だから今のうちにみたいな。そうまとめて、お姉ちゃんいるうちに全部こう。そしたらもうテーブルの上皿ばっかなんだよね。本当そういうことでいつもな、はい、苦しい思いするんですが。糸数美希の弟やからナイスセレクションですね。ハニーエルデイズ眼差し、ゴールデンをお送りしてます。こちらウォーキング4から来てますね。学生時代の日記を読んで、あの頃の自分死ねばいいのにと思ったことの皆さんこんにちは。デージわかる死にわかるやつさ、死ねばいいのにちょわかる自分かつて少女漫画家を目指したことのあるウォーキングヨンダーです。そうなんだ学生時代、秘密のアッコちゃんが好きだった私、うん、1989年5月2日の日記に、おもちゃ屋で秘密のアッコちゃんのコンパクトミラーを買ったという記述がありました。マジか。続けてこう書かれています。店のおばちゃんがついでにと言って宮沢りえのポスターをくれた
よくわからないそのついでおばちゃんの確かにこの時の記憶はあるんですが、おもちゃ屋で秘密のアッコちゃんのコンパクトミラーを買って、なぜそのついでに宮沢りえのポスターがつくんだ、なんだろう。今思うと非常に謎の多いおもちゃ屋さんです、うんうん、ついでに同じ月の25日の日記でこう書かれていました。ハッピーアイランドで竹ひろみさんが秘密のアッコちゃんを歌ってくれた。ネタ投稿で採用され秘密のアッコちゃんをリクエストしたけど FM 沖縄になかったので、なんと竹さんが生歌を披露したのです。マジで。しかも竹さん本人がラジオで歌ったの初めてと言っていたので、何を隠そう私は竹ひろみをラジオで歌わせた最初の男なのですそういうとさ、なんかさ最初の男になりたがるよね。なりたがるね男の人は。ちなみにその翌日の日記には秘密のアッコちゃんのことが書かれているし、25年後、最近の自分はよくギターで秘密のアッコちゃんを弾き語りしています。マジか。どんだけ秘密のアッコちゃんにリスペクトしてるんでしょうか自分。 PS エペモキナさん、1989年5月29日木曜日、5月25日木曜日、音源残ってないですか。すごい、ヒロミさんが歌った。超聞きたい私。1989年だからもう25年ですよ。そうですね。うわうわすごい初めての男ですよ、ウォーキングヨンナーさん。すごいな。すげえ。忘れてるそうですヒロミさん、忘れてんだって、はい、そうですね今トークバックでごめん私忘れてるつって。そうだから今の男と女の関係を表してますよね。そうですね、非常にわかりやすい。男は覚えてるんですけど、あ、女は意外と覚えてない。すぐ忘れますから。本当にチョビさん、はい、先日の真夜中に社員登録した社員番号9766ピチピチピカピカの新入社員チョビと申します。初投稿です。ありがとう。今日のお題ついで、うん、ゴールデンの社員登録したからポッドキャストで過去の放送聞いちゃおう。なぬ MP3 プレイヤーがない。えい、この際だからついでに新しいもの買ってしまえとゲット、うん、ウォーキングしながら MP3 でゴールデンを聞き、夜道をうすら笑い浮かべながら歩く私ゴールデンが面白すぎていつもの倍の距離を歩いてましたよ、うん、この調子でダイエット成功するといいな。社員登録してついでに2つもいいことがありました。局長ミキトニさん、これからもよろしくね。嬉しいですね。ありがとうございます。いや、倍の距離歩いてたんだ気づいたら。ハッピーアイランドがブレイクして、うん、ファックスが県内で売れたって。そうなんだ。誰かが言ってましたけど誰なんだろうゴールデンアワーで MP3 プレイヤーが売れたらいいですよね。それでだいぶすごいことになるよそれ、ね、それでみんなポッドキャスト聞いてくれてる。じゃあゴールデン仕様のなんかこう作りたいです ね。大人が動いてくれませんかね。どうなんでしょうか、私の声も漏れなく入ってるみたいなそういう特典もあるよ。どんだけ欲しがりだわ局長ミキトニ、スタッフの皆さん、そしてリスナー社員の皆さん、こんにちは。ロッテにお口の恋人を譲ってほしいマキシザホルモンですついでに3月もそろそろ後半、うん、この時期になると県外へ就職のために旅立つ方も多いでしょう。各位、俺の友人も今日だけで3人内地に旅立ちます。あ、そう。というわけで、うん、見送りに空港へ駆けつけたんですが、うんうん、同じ見送りに駆けつけた愛さん、見送りついでにトイレしに来たと空港に着いた瞬間、よほど我慢できなかったのかトイレへ出し、うんうん、その直後旅立つ友人たちと合流。青春ドラマのように別れを惜しむ一度、しかし時間の関係でわずか2分足らずで旅立つ友人、元気でな、帰ってきたら遊ぼうな2分か、と互いに約束を交わし大きく手を振る一度、うん、こうして俺たちは友人の門出を寂しく思いつつ再会の日を信じ見送ることができました、うん、愛さんを除いて。そうですね。愛さん曰く、俺300円払ってうんこしに来ただけじゃ皆さんトイレは早めに行きましょう。早めに行きましょう。こういう人結構いると思うな意外とタイミングが悪い人ね。タイミングが合わない人、なぜ今なんだ。そうそうそう、うん、いるいるいる。こちらスミタンさん、局長ミキトニーこんにちは。ついでに持ってってくださいと言って、バイトの時店長に段ボール片付けさせてました、ごめんなさい店長を使うバイト生と他店でも言われていたそうです。裏の店長と大変失礼いたしましたおかげさまで今は部長使ってますよ使ってんだやっぱり。言いたいことが分からなくなったのでリクエストをお願いします、はい、ということでこちらの曲、うん、タイバリの絵が面白かった、面白かった、うん、面白かった。お届けしましょう。ユニゾンスクエアガーデン、ハーモナイズドフィナーレ。ラジオの中のラジオ局、ゴールデンラジオ放送がお送りするゴールデンは、局長の西向井光三です。こんにちは、ミキトニーこと糸数美希です。いやいや、こんにちは。こんにちは、どうも。あの仕事サボってるニーニータいるだろ。あのシーってわー見てデージ受けてからよワッターネーレのニーニーに似て、旦那さんに似てるんで知らんがなこれ以上言うとね、いろいろあるからね。そうだね、この程度で終わった。あ、どちらかっていうか寒色系のあの作業着着てらっしゃるね、左側の方がちょっと濃いかな。雨降ってるからな仕事できないよ。ギャラリー油断するなよ。俺ギャラリーでお話ししたことを全部バラすよ。意外だ。気をつけてよ。気をつけて、ね、ネタにできるものは何でもネタにしますからねお願いしますっつってギャラリーからタカチンさん、はい、ありがとう。局長ミキトニーこんにちは。初めて FM 沖縄に来ましたよ、うん、
意外と気軽に来れますね。そうですね。今日は入社式のチケット取りに行った。ついでにテンション上がってきちゃいました。ありがとう。ついでに局長に言いたいことがあります。何でしょう。局長のメガネ白すぎないですか？それとも局長が黒すぎなだけですか？そんなことよりもミキトに可愛すぎる顔小さすぎです。ついでにもう一つ報告です。一緒に来ているリーサーはランチで食べ過ぎて胃もたれしています。内緒で書いちゃった。ではでは入社式までにゴールデンネーム考えときますね。タカとリサでした。胃もたれ報告ありがとう。ありがとう。どっちが胃もたれの方？私。そうなんだ。あのね、ゴールデンアワー入社式のチケット取った人、うん、かわいいよ。いいよ。今日見てると結構かわいいよ。かわいいよ。ちょっと楽しみになってきました。捕まえて。入社式楽しみにしてて。え、ビビり、彼女たちのちょっと身の危険を感じるんですか？私が全力で守るからね。大丈夫よ。豚骨さんも和風でね。だからさ、和装で来てらっしゃいます。和風でねって感じ。だからさ、和装攻めるね。着物でね。お着物を和風。いいですね。本当ですね、うん、ありがとうございます。素敵ですよ。さあ、3時のコーナーです。37だ。この時間あなたの今日は恥ずかしかったことなかったらやりたい失敗談待ってます。社員番号7746ヤンバルチェーンさん、バッペターン、計算バッペー、木をチェーンソーで切っていて、木を倒れるところ計算してたのに、バッペーって止めてるトラックに倒れよって、サイドミラー折れてるし、上司に謝らないってさ、死に呼ぶ。やっぱちゃんと計算してんだ、倒れるところな。まあね、そこに自分がいたらもうアウトですしね。アウトですね、うん、確かに。ふとふとだけれども、順にタイヤが先週スマホの盗難に遭いました、うん、盗んでノーするばや順に、せめて SD カードは置いていけ、子供たちの大事な写メ入ってるばって。じゃあ SD カードだけ置いて持っていく人ね。でも腹立つな。売れるんですよ。あ、そうなの。裏でね。あ、そう。そう。だから気をつけて、本当にスマホはね、高いお金で買うじゃない。そうだね。意外と分割でなんとなく買った気はし、高いお金払った気はしないんだけど。残ってんだよな。そうなんですよ。あれは。気をつけましょう皆さん。腹立つね。社員番号8847、神奈川在住魅惑の下唇さん、めっちゃ冷静。雨降りの夜に2歳の娘と車で帰宅中の話、うん、家に帰るだけなのに娘がどこに行くのーと何度も聞いてくるので、私は適当に海って答えたんです、うん、すると娘が、あのパパさ、それはさ、やめた方がいいんじゃない、雨だしと冷静なコメント。私は娘の成長を感じ、ただただ笑うしかありませんでした。最近会話が本当楽しいです。そうだね、言葉を覚えてくると本当に楽しくなりますけど ね。社員番号4723、ソロモンのアクムスさん、痛い。昨日作業で使っている大きいフォークリフトの運転席から滑り落ち、大事なお尻を強打。あの形の良かった自慢のお尻が片方だけ腫れています。痛い。腫れるまでか。ゴールデンで滑るよりマシですかね。まあどっちも痛いよね。どっちも痛いですね。ナチュラルウォーカーさん、くそー、2度目の仮面落ちました。また教官からは、停車するとき脱輪したけど、あれがなければ合格だったかもなーと言われました。くっそー、超悔しいんですけど、俺のふんたれ野郎。いや、垂らしちゃいかんて。わかるな、俺も苦手なんだよね、ほんとんて。そうですか。2時間3、結構オーバーした俺時間。私結構きっちり行けまして。あ、そう、うん、センスないんだよな。合わせのマングースさん、今日ってさー、昨日誕生日だった私、Facebook や Twitter でいっぱいお祝いコメントいただいたのですが、一番祝ってもらいたい家族に誕生日を忘れられ、何事もなく就寝。ま、こんなこと、何事もない日常が私にとったら幸せなプレゼントなんですよねーってことにしときます。なんか涙ぐましい努力を感じますよね。そうですね、切ないわ。社員番号7171、京都のトミーさん、帰ってきやがったー。人事異動で元カノが職場に戻ってくる。きっついな。そうか、社内恋愛はこれだから。一回な。そう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 。きついな。頑張れ。オルクの高、危ないよ。公園の近く運転してたらボールを追いかけて子供が飛び出してきた。普段子供がいない時間だけど卒園式終わったのかな。僕たちドライバーも気をつけるから親御さんも声かけお願いします、ね、怖いよね本当にさ。私もこの前ドキッとしました。私も何回も怒ったもん、うん、窓開けて、うん、本当に気をつけてあんたって。いや、叱った方がいいです、そういう時はね。本当気をつけましょう皆さん、うん、はい。3時のあなたでした。アグレー、アグレのアグレはアグレッシブなアグレ、あなたのアグレにしたこと、アグレを見たこと待ってます。ニリルビーフバーガー、
ジッタリンジンが大好きな友達の A 子ちゃんはヒッチダーリンにラムネを買わせる。まんまや。そんな歌詞があるんですね。あるんですよ。ああそうですか。ダーリンラムネを買ってきてってやつね。ディサロです。嫁への LINE を間違えてグループに送るアングラグラグラ、慌てて削除するも皆に既読されるアングラグラグラ、アングラさん明日は弁当いりますか。恥ずかしい、恥ずかしい、これは恥ずかしいね。しかもアングラグラグラだけに恥ずかしいね。そういうキャラじゃないじゃん。キャラ的にね、そんなアットホームな雰囲気ないもんね。ないない。ハンマーヘッドホン。まもなく出産を迎える妻が入院した初日、飽きさせないためのサプライズとして仕事帰りに漫画倉庫へ立ち寄り、ワンピース全巻買い占め10冊ほどをリュックに詰め、残りの20キロ以上あると思われる2つの大袋を左右の手首に吊るし、バイクで妻の元へ届けたことがある私。うわ危ないわな。でもな、すごい、バイク乗ってる時って。広島の風。社長の自家用車にゴールデンステッカーを貼ってみる。朝礼で社長が犯人を探すが名乗り出ない。なぜかバレてしまい怒られた。そりゃそうだろ。そりゃそうだよ。広島でしょ、しかも。味噌好き味噌汁の耳掃除。電車で座るスペースがないのに無理やりケツをねじ込んでくるおばさん風のお姉さん。おばさん風なんだ。あれ頑張ると本当頑張りますよね。うん、いや店員あるからさ一応。まあね。ギルワンのタオルさん。アグレ。人間という生き物。うん。正解ありがとうございます。アギジョビコンバット。友達の結婚式で初対面の女性客が肩の空いた服を着ていたので、フィギュアスケートをやっているのと聞き、きっかけを作ろうとした俺。きっかけ間違ってると思う。それだけで、そうですか。この子の返しも気になるけどね。これいけないのこれ。いやいや無理でしょ。トリプルルッツとかって回ってくれないの。そんなノリのいい子いねえな、多分。私もやんないもん。やんないの。大丈夫よ、ミクリヒャーって思う。いらまうわーぐらい。やんねえな。多分やんないと思う。やんないか。うん。アゲジョビコンバット。大学に飛び級合格した女子スキージャンプの高梨沙羅選手。エーグレイ。さすがですね。うん。スキーなだけにね。え？どこがどうかかってるんでしたっけ？あの飛びあジャンプなだけ、あそうか、そっちか、ジャンプなだけに、あそっちか。トモパパさん、初夏の日差しから一転、今日の雷を伴う横殴りの雨。エーグレイ。解決できねえよ。タクミン中、地元名古屋の朝の爽やか番組にゴールデンのような下ネタを投稿する俺。グレイ読まれた。名古屋もまだまだ捨てたもんじゃない。グレイ読まれたんだ。そうなん、ちょっと嬉しい。そこが基準なの、ね、これが読まれるか読まれないか。まずそこからでしょ。なあ、うん、攻めていこう。シグマミニッツ、うん、今日来沖なさる高校時代の部活の顧問にゴールデンをさらっと進めてみる。グレイ顧問か。アゲジャビコンバット、ドアラの体型。グレイシュッとしてますからね、頭の割には。まあまあそうですね。裸ジェット、レッドカーペットを出演者ジラーして歩く。エーグレイ、バレたらミキトニーさんの付き人ですと言ってごまかす。エーグレイ、それでもダメで警備員さんに追いかけられたらビーチからダイブして小岸まで泳いで逃げる。エーグレイ、もうできるならぜひやってください。やってほしいですね。武勇伝にしてください。人見知り、オーヤンフィーフィーさんのことを最近までオーランヒーヒーと思っていた。エーグレイその間違え方の方がすごいと思う。もうね、うん、サンタマリアです。アルバイトを始めようとアグレのバイト雑誌を持って帰ってきた嫁。へえ、あそこの場所に新しいお店できるんだ、今度食べに行ってみよう、といつの間にかグルメマップに変わっていた。エーグレイ途中から働くんじゃなくて、ね、オープニングスタッフ募集、あここにもできるんだっつって、食べ行こう食べ行こうみたいな。どういうことなんでしょう。いいね。八論さ、脇を拭いたデオドラントシートで顔を拭く。エーグレイ顔から拭くよ。順番ね。おそばおそば、京都旅行にてとりあえず片言の日本語を話してみる。エーグレイ、東南アジアの方々にフレンドリーに話しかけられた。エーグレイ、うん、カラー、テレビや携帯で天気予報を確認して今日は雨だと予報されていたが、
メディアや機械なんかを信用してはいけない、大切なのは己の勘だと言って洗濯物を干して妹の卒業式へと行った母。うわー、グレイ、もう今日ジャブジャブですね。ジャブジャブですね。ジャブジャブ。いや、今日信じないで何を信じるの、あなたお母さん今日は信じる。ガムシャランナ、避けるチーズを裂かずにかじりつく次女。グレイ、うちのもこれやるな。あ、確かにね、美味しさ半減だと思うんだけどね。そうですね、 あんまりですよ、やっぱり裂いてこうちっちゃくして食べるのが美味しい。そう、スティーブン・タイラー、有給を取って自分の勤めているレストランで昼からワインとシャレコン。ああ、これいいですね。いいね。でもちょっと反感買えますよね。まあ有給なのに。ちょっとね。そうですね。色パパさん3つ。ドラマのラブシーンを見ていた娘の父親への保健体育的な問いかけ。何を聞いたんでしょうかね。ストッキングへの欲望の伸び率。クロスカウンターの互いの意見交換。はい、これ。クロスカウン、これ分かる？クロスカウンター。分かんない。左手出してごらん。パンチ。こんな感じ。あ、分かんないな。ごめんなさい、色パパさん。2本目からよく分からなかった。そうですね。うん、申し訳ない。リングにかけ乗せないときは嬉しいです。あ、そうですか。明日のジョーでも全然ありですけど、ね。あ、そうですか。ストッキングへの欲望の伸び率も非常に、素敵な表現だと私は思います。そうですか。はい。さあ、ということで続いてはですね、ゴールデン放送局リスナー社員のお仕事に迫ると言ってるんですけど、この前 FC 琉球の選手が来てくれたので、はい、嬉しくなっちゃって撮っちゃいました。あ、そうですか。プロフェッショナルゴールデンラジオ放送局リスナー社員の流儀、FC 琉球のディフェンダー、奥宮大地と申します。よろしくお願いします。はい、プロサッカー選手です。まあ辛いと思ったのはですね、まあ自分のそのプレーをしているときに、まあ、うまくいかなかったとき、例えばパスのミスが多かったりとか、あとは決めれるところを決めれなかったりとか、そういうのがいっぱいあるときが、やっぱ、まあ、一般的に言うスランプってよく言うんですけど、まあ、そのときっていうのが本当一番辛いときですね。やっててっていうの、一番やりがいがあるのがですね、まあ、試合のときに、まあ、たくさんの観客が来ていただいて、そのみんなが見ている中でサッカーをする時のその皆さんの歓声が上がった時とかがすごい一番嬉しい時ですね。はい、FC 琉球の奥宮です。また、今シーズンまだ2試合今消化してるんですけど、まあ、またシーズンが、まあ、11月の末までありますので、その中で、ホーム戦にぜひ足を運んでいただいて、で皆さんの声援を、背に受けながら頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニックネーム奥。奥さん。こと奥宮大地さん。奥さん。奥さんいいですね。25歳。鹿児島出身、うんうん。今年から FC 琉球に加入してね、もう得点も取って、まあ、今 FC 琉球2連勝ですから、うん、調子いいです。で、3月30日日曜日に、沖縄県総合運動公園陸上競技場でグルージャ盛岡との試合があります。うん、ホームゲームがありますんで。ぜひ皆さんね、応援、声援を送って、そう、うん、勝っていただきましょう。盛り上げましょう。うん、さあ、プロフェッショナルではあなたの仕事について聞かせてください。次戦打線問いません。ゴールデンアットマーク、fmokina.co.jp までどうぞ。アグレ、このコーナーは、終点職バイトマガジン、アグレの求人沖縄の提供でお送りしました。さあ、こちらギャラリーから、アリーさん。アリーさん。ご飯食べに行くついでに来ました。ありがとう。ヘクテに可愛い、局長かっこいいよ、背中が。背中がね。背中しか見えない。早くトレードマークの白メガネを拝ませてください。あと、一緒に来ている子が誕生日です、タンタンを。ということで、後でタンタンしておきましょうね。もう一人、サーちゃん。久々に沖縄に帰ってきました。ゴールデンアワー聞けて嬉しいです。うん、ミキトに初めて生で見たけど可愛いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に遊びに来てくれて。はい。さあ、そんなギャラリーに来てくれたお二人から、同じ曲リクエストが来ています。うん、お届けしましょう。ビッグバン、ハルハル、ジャパニーズバージョン。ゴールデンお送りしてます。社員番号9620番、ホームベカリコさん、はい。最近少しだけ疲れてしまいました、うん。引っ越しをしたのと同時に今まで働いていた歯医者から新しく開業する歯医者のオープニングスタッフに転職しました、うんうん。新しくみんなで歯医者を作り上げていく感じはとても楽しいし、やりがいがあります。ですが、あまりにも準備不足な状態でオープンしたので、毎日がバタバタ。経験者な上、
経験者な以上それなりのプレッシャーも感じます。そして怒涛の8連勤、辛いわけじゃないのですが体がちょっとクタクタです。なるほど。その中で日々こなさないといけない、炊事、洗濯、家事、掃除、旦那の毎朝のお弁当、今まで感じなかったのにそれもちょっぴりプレッシャーです。気がつけば右足に帯状疱疹ができとても痛いです。そしてなかなか子宝にも恵まれず、 Facebook な周りの友達の赤ちゃんの写真を見てしまうと今だけとっても悲しくなってしまいます。そんなこと思っちゃいけないのに、今日神奈川は雨、さっき雨の中とぼとぼと歩きながらなんだか泣きそうになってしまいました。別に何があったわけではないのです。何よりも私よりも疲れている人はたくさんいます。それなのにちょっぴり弱音を吐いてしまいました。すみません。局長ミキトにいつも楽しいラジオありがとう。ちょっと疲れ気味の私にファイティングをお願いできませんでしょうか。まあ、ストレスからね、帯状疱疹出たりしますからね、ちょっと今無理してるのかなと思うので、まあでも休めないんだよな、忙しくてな。そうなんですよ。私も歯医者のオープニングスタッフとして働いたことありますけど、本当に毎日怒涛でバタバタで、で、プラスアルファ自分のいわゆるプライベートというか、家庭のこともやらなきゃいけない。ストレス感じるのもわかるんですよね、体にも。でもちょっと、そうだね。状態が出てきてるので、無理はなさらないでください。しないでほしいなと思います。その他にもファイティング来てますよ。皆さん行きましょう。頑張っているホームベカリコさん、全日本バトントワリング選手権大会に出場する沖縄県代表の皆さん、ロードバイクで琵琶湖一周に参加する京都のトミーさん、皆さんまとめてファイティング。頑張ってください。せいくんですね。これギャラリーなんですけど、こんにちは。今日は6年生の卒業式なのでお休みですということで、せいくん来てましたね。ありがとう。家族で来てました。あとなおさんから、午後から帝王切開で出産する妻へということは、先ほどのすっぽんしたしょうこさん、一緒に子育て頑張っていこうねということでね、生まれたかな、生まれたでしょうか。韓国チョッパーです。はじめまして、局長ミキトニー。今日は僕の人生最大の危機を迎えたので報告します。何でしょうか。今日のお昼ご飯を買いに行ったところ、信じられないことが起こりました。あの入り口の普段何も気にしないで素通りしている自動ドアが開かないのです、何度踏んでも開かずの扉、なぜだ。踏み方がおかしいのか。足踏みをしてみたり、お尻の穴を閉めて踏ん張っても全く開かない、なぜだ。この雨上がりの午後、この沖縄からこの僕を消し去ろうとしているのだろうか。僕はここにいます。とにかく開いてください。とても恥ずかしいです。とその時、僕の隣を亀の足よりも遅い速度でおばあちゃんがヨタヨタと過ぎ去っていきました、すると開かずの扉がスーッと開き、その流れに任せて僕も外へ出ることができました。出られましたよでもなぜこの自動ドアは僕の存在を無視したのだろうか。もはや僕はこの沖縄の午後から必要とされていないのではないかと思い、とても怖くなり、帰って速攻パソコンの前に座り、僕がいることを確かめるためにお二人にメッセージを書きました、足はついてます。ああそうですかよかったね。よかったよかった。沖縄の午後にいることが許されて、よかったよかった。いやいや、みんな許されてると思うけどね実際でもさ、奥歯にスイッチがあってカチッって感じで消えるスイッチとかあったら欲しいよね。あー、マジ消えたいですね。そう、消えたいっていうとカチッってありますけどね。社員番号8454、ルンルンさん、ありがとう。今日のテーマついでに、先日ばあちゃん誕生日だったので今お花を買って届けたんです、喜んでくれましたよ。私はこれから美容室へ行くので、じゃあ行こうねーって言うと、待って、ついでにオーバー演談会そうてけ、もうアイアンバーよって言われました今まさにばあちゃん準備でデイジ遅いんですよ。人待たせるの得意なんです。雨だから早めに出たかったのに、ああ美容室間に合うかなよく見ます、もうやってるところ。やってんの。見ます、見ます。お前たハイカラーやっさ、順に。そう、しかもちょっと夜遅めまで、あ、そういてるのとか見ますんでね。そうそう、格好のもあい場所らしいですどうやら長いができる、おかわりもできる。そう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 。グレート読みたんです。真夜中に、ほら、あんころ餅が食いてえだと言いがちな皆さん、ルックルック、こんにちはめんどくせえな、この昭和野郎一人ぼっちの双子ことグレート見たんです。そうですか。ついでに、18から一人よがりな一人暮らしを始めて20年以上、もう特権と言いますか、成人男性のおよそ8割は該当する行為ですが、お風呂の時、おしっこもついでにしてしまいます。僕のタイミングとしては、シャンプーを洗い流す時、多分局長も絶対やってます。なんなら出勤前の朝シャンでやってきて、ゴールデンで放送してますね、100%。でもこれ癖になったら大変で、異性と混浴する際、隙を見せないようにしています。お二人も、不意にやる癖ありますか。そうですか。シャンプーの時って決まってんだねシャンプーがこう流れるのに合わせてそのままみたいな。そういうことですよ。なんか浄化されていく感じそういうことです。ないでしょ。いや、私は 100% ではないですよ。いや、入る前にトイレ行けやいいじゃん。いやいや、割りかし割りかしじゃん、それ割りかし。ここ最近のね。あ、そう、前世紀じゃない、ここ最近の一郎上いや、トイレ行けばって分かってんですけどね。そうそうそう、ついついね、ついつい、
社員番号300番課長はぐきおばけさんです。ありがとう。よくやっちゃうついで買い、来たついでに買う、立ち寄ったついでに買う、してからによく失敗するんだよね、はいはい、その一瞬であこれも買っとこって使うのがほとんどない。特に文房具系でよくやっちゃう、何のついでなのかわからなくなることが多々。シリーズ揃ったら満足して余計使いませんね。無駄遣いって思うんだけどなかなか治らないさ。わかるな。ついでに立ち寄ったついでに、帰り道のついでに、いつも行くこうパン屋さんとかそういうところがあったら寄って、別に用事もないのに買っちゃって、みたいなことはありますね。私は冷ややっこですね。冷ややっこあの、切る腰の、ね、やっこのあの、切る腰の、はいはい。あれですね。あれ、最悪で58円だから。あ、安い。確かに。だって家帰ってなかったら嫌さ。いや、知らないけど。いや、嫌だな。豆腐が家に帰ってないって。私別にそこまでして、終わり執着心ないのよ。そうなの？なくても全然。必ず買っちゃうんですよ、一パック。まあまあ、美味しいけどね。で、家に帰ると3つ4つぐらい。慌てて急いで食べる、賞味期限前に。そうです。そんな感じです。まあ、ないと嫌だったらね、思わず買っちゃうときな。はがきおばけさんから、こちらの曲リクエスト来てるんでお届けしたいと思いますよ。クレモンティーヌ、ドラえもんの歌。ゴールデンアワーお送りしております。はい、こちら、ファクシミリでいただきました。こんにちは。3月19日に8歳になった、一葉のタンタンお願いします。小学校2年生になって担任の先生に怒られてばっかりで、4月からはどうなるのか心配な母ですが、親としてはそれでも温かく見守るしかなくて、頑張ってほしい息子にミキトニーからタンタンお願いします。できれば局長からコメントもいただけると嬉しいです。3時30分頃だと本人も一緒にゴールデン聞けると思うので読んでいただけると嬉しいです。一葉の母さんよりいただけます。一葉、いい名前だな。一葉くん。な、本当おめでとう。おめでとうございます。あんまり先生の怒られることしたらダメだよ。お母さん心配してるから。でもちょっとやんちゃなぐらいかな、まあ、いい気もしますけどね。まあまあ勉強もしっかり、遊びもしっかり頑張ってね、はい、頑張ってね。はい、その他にも誕生日来てます。皆さん一緒に行きましょう。せーの、タン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 誕生日、今日はさしきの黄金騎士さん20歳、中峰智弘さん、はちまきはちまはちきまゆみさん、親父祖由美子さん44歳、島添吉野さん23歳、義間智春さん29歳、寺崎あゆみさん32歳、桜子ちゃん10歳、かかず夏子さん20歳、仙台のケイタンさん19歳、春樹くん7歳、リーノーちゃん7歳、そして一葉くん8歳の誕生日ターン。おめでとうございます。おめでとうございます、北陸の海んちからね、局長の人にこんにちは。11月終わりに新婚旅行でリアル出社した北陸の海んちです。今週の土曜日3月22日がマイベイビーの出産予定日です。まだ出てくる感じがしないのですっぽんよろしくお願いしますということでね、早く出てきてくれるといいですね。北陸の海んちさん、お嫁さん、すっぽんパーね、元気に生まれてきてください、ピサロのパンツ曲調リクエスト、こんな雨の日はメストの曲何でもいいから流してお願い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 ということで、いつもお世話になってますんで。ありがとうございます。メスト、テイクミアウェイ。最後はこのコーナー、今日のホームラン、ライダーズハイ、家族でのプチ旅行、日程決まった。楽しみ。ガムシャランナー、次女の小学校の卒業式でした。はるか、おめでとう。おめでとう。ユーキャン、2月にミキトリーにファイテンしてもらった試験に無事合格することができました。応援してくれたみんな、支えてくれた恋人、家族に感謝。ミキトリーのファイティングのおかげです。よかった、おめでとう。ワゴンちゃん、娘の小学校の卒業式でした。あっという間の6年間、リーズ卒業おめでとう。おめでとう。射程マックス、両親が3年ぶりにドバイから帰ってくる。ドバイ。すげー。俺もドバイから帰ってくる親欲しいな。いや、まるで今日は次女が小学校卒業、先週は長女が小中学校卒業、二人ともおめでとう。おめでとうございます。小月と春、長女が漢検10級に満点合格。次女も頑張ろう。すごい、お疲れ様。アギジャミコンバット、ついにハンマバキが復活。沖縄大好き、弟がメガネ小学校卒業おめでとう。おめでとう。エイトマン、オルクのターカーさんからツイッターでフォローされた超有名人からのフォローに興奮。ライスペに座るインチキ外国人、ツイッターでオルクのターカーさんにフォローされて。すごいね。わかめうどん、入社式のチケットゲット。初参加、すでに緊張で吐き気が。以上です。ありがとうございます皆さん。フーチバー増水からね、ポッドキャストとかで楽しそうに聞くだけだったけど、この度一つ殻を破ることにしました。ありがとうございます。嬉しいよ。ぜひ、ね、皆さん、はい、なかなか出社できない方、まずは出社してみてください。待ってます。ギャラリーもありがとうございました。ありがとうございました。お帰り気をつけて。ゴールデンをお届けしたのは局長とミキトニーこと糸数美希でした。ブーちゃんマックスリサさん、安産祈願、すっぽんぽーん。